辰巳です。今日はですね、私の元相方である方々とそうですね、元増方さんが元相方かと思いきや、高見さんっていうね、まあ、横にいるこちらの方も元相方なんですけども、何年前の？それも10年前の元相方、もう高見さんって言うんですけども、なんとそれが元エレファンツの増方さんと組むことになりまして、まあ、再結成ですか。そうなんです、ね、ややこしいんだけどね。だからもともと吉本の学校で、辰巳高見っていうコンビやった。そうそう、辰巳高見っていうコンビで、その後に、こちら増方高見っていうコンビになって、はい、その後エレファンツになってでまたこうマスクが高めになったからね。ヤリマンのサークルみたいな。ヤリマンサークルで身内で回してます。もともと僕コンビ組んでたのを僕がその分取って相方に。そう初期の頃僕のこと大嫌いだった。大嫌いでマスクださん、まあ、そんな2人がまた再結成して単独ライブをするということで、私ね、そのねブリッジ V を私が担当することになったんですよ。ありがとうございます、はい、というわけでね、今ちょっと打ち合わせとか撮影に来ているんですけども、私今ちょっとね、まあ諸事情により3日間の禁食中でございます。食べ物を今食べれない状態でして。大丈夫なんですかそれは。大丈夫ですよ。なんでまあ一応僕のチャンネルってご飯食ってるの多いんで、せっかくなんで2人が食べてる様子をちょっとまあ見ていただきたいなっていう。食レポ、はい、はい、というわけで今からどうぞ。うまそう。辰巳さん食べないですか。あ、僕ですか、はい、今3日間の禁食中なんですよ。え、ダイエットとか。ダイエットじゃなくて、ちょっとお医者さんから止められてまして。あー、美味しそう。すすってすすって。あーあー、ビンビンしまずそうに食うな。なんでだ、すげえうめえぞ。いや、これはいい。え、あの、ちなみに治ったらもうすぐ食えない。あの、3日間の禁食が過ぎたら、あの、おかゆを食べていいそうです。おかゆも禁食の範疇でしょ、あれ。うん、しかも何も入ってないですよ、多分。重湯みたいなやつ。重湯みたいなやつ。まあ、ちょっとこうローリングして、ローリングこうぐるぐるって巻いて、ぐるぐるって巻いて、ああ、いいですね。あ、だいぶ先？これだいぶ先です。これ来年です、これ。いや、いいなぁ。怖っ。はい、というわけでね、まあ、見ていただきましたけども。どうでした？美味しそう。ハンバーグ、いチョイスがいい。ありがとう。チョイスがいい。これはさ、その今空腹だから美味しそうに見えてる、それとも食レポの技術で美味しそうに見えてる。いや、空腹もある。空腹もある。空腹最大のスパイスってことがあるから。あるからね。まあ、ハンバーグと、うどん、うどん、うどんね。鶏もソーセージもあったから、こっちも全部。うどんどうだった？俺の食レポ。いや、美味しそうだったよ。あんなうどん世界で初めて見て、あんなまずそうに見える。いや、いないよ。高見君、俺の食い方に超うるせえんだよ。汚ねえ、マジで汚ねえ。いや、食い方汚いか汚くないかは一応コメント、下のコメントの方に。それでお前、うん、セロンが出てくる。セロン、後で確認してください。マスカラさんのうどんの食い方は汚いのか汚くないのか。あ、ちょっとそれお願いします。コメントお願いします。まあ汚いでしょ。やめとけ。ちゃんとした教育受けてんの。というわけで、まあちょっとお二人が単独ライブってことで告知をお願いします。はい、頑張ります。はい、マスカラ高見初単独ライブ、大宮楽運劇場で3月11日19時よりやっております。チケット絶賛発売中です。来てね。よろしくお願いします。はい、というわけで、告知を増田さんは割とモニターを見ながら言うっていう目線がちょっとずれてる感じになってますけども、ちょっとすみません、私、はい、よかったらぜひ3月11日行ってください。辰巳さんもぜひお金を払って来てね。まあ、僕は VTR 出演してるので一応チケットぜひね、チケット買ってくださいね。というわけで以上、他人の食レポでした。ありがとうございます。明日何食べるんですか。明日は、ポカリセット。あ、嘘でしょ。あ、違うのにする。あ、違う。具なしの味噌汁。嘘でしょ。明日までです、禁食生活。頑張ります。具なし。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。